組長の妻始めますという単行本は、私が暴力団離脱調査を関西で行った際に知り合ったヤクザの親分である茂雄さん、彼は私の研究における調査協力者ですけれども、彼の頼みで書き始めたものです。はじめは奥さんのあゆみさんのお話を興味本位で聞いてたんですけれど、だんだんその波乱爆笑な内容に引き込まれていきました。犯罪学を専門とする私が知る限り、女子の犯罪は男性に引きずられて起こすものが多い中、主人公のあゆみ姉さんは主体的に車両窃盗の腕を磨き、50人以上の男たちを従え、関西では知らない者は潜りであると言われるほどの裏社会の有名人でした。前代未聞の女性犯罪者グレグレの彼女が現在の旦那さんの妻になることで犯罪から足を洗いました。茂雄さんは地元のヤクザ組織で若頭をしていた人で、手下の紹介で挨拶に行ったことであゆみさんと知り合います。初めから恋心が芽生えたわけではなく、桜の宮ホテルでシャブパーティーがあった際、警察の大掛かりなガサが入り、多くの覚醒剤の売人や常習者が逮捕される中、 SOS の電話をかけるとすぐに単身助けに来てくれたことが彼女の心を動かしたそうです。茂雄さんと一緒に生活を始めたあゆみ姉さんはあることに気がつきます。手下や仲間から電話がかからなくなったのです。これは茂雄さんが仲間たちのところを回って怖い顔でお願いをした結果です。もしあゆみ姉さんが茂雄さんと出会わず結婚していなかったら、現在も犯罪的な生活を続けていたでしょう。ヤクザの組長である茂雄さんと出会ったことで犯罪から足を洗わされ、宝物という子供に恵まれ、一般社会の行事にも参加するようになりました。つまり更生して社会復帰したと言えるのです。彼女は自分が犯罪を続けた理由として社会的諸力に言及しています。それは犯罪をやめようとしたら土手の上の語りの人たちから犯罪者として蔑まれ、土手の下の人からは裏切り者と言われるかもしれない。いや、たとえ許してもらえるとしてもそこまで這い上がることは怖いという現実があり、土手の下では鉄の心臓でも土手の上では豆腐の心臓になると回想しているのです。しかしあゆみ姉さんはヤクザの嫁になることで土手の上に立つことができました。このように見ると、現代社会では反社として敬遠されるヤクザという存在が社会のセーフティーネットとして機能しているようにも思われます。ぜひ多くの読者の方に本書を手にしていただき、中立的な立場で何が健全な社会なのか、公正とは何か、そして現代社会の課題であるリアルな人的つながりの大切さなどについて考えていただければ、著者としてこれほど嬉しいことはありません。